前装記者搭載型機とは、日本陸軍が試作した前装記者搭載型の自走式対空砲である。対空戦車ともされるが正確には、装甲車であって、戦車ではない。機ととは、機関砲搭載の略とする説がある。1937年の98、式公舎機関砲の制定によって、公舎砲連隊と独立公舎砲大隊への機関砲の配備が開始された。 これらは即時の配置が難しく、やがてトラックの課題上でそのまま射撃できるようにすることが提案された。これは94式6輪自動化車によって自走化され、正式制定された。こうした流れから早期車への搭載も試みられた。最初に早期車両へ後車機関砲を搭載したのは97式系走行車である。路外での走行性能は、 半装機車搭載型でも求められており、また、戦車搭載型への実験という意味も強かった。改造は、陸軍技術本部による、97式軽装甲車の砲塔を撤去し、98式甲射機関砲を搭載したところ、足を改造する必要があったが、搭載は、可能と判断された。しかしながらあまり席が狭く、機関銃二棒立てをつけることも難しかった。 つけた場合には操縦手が乗り込みにくくなり、つけなければ吹きさらしの車上で、機関砲の周りに砲手と装填手がより固まることとなった。また補強のため、誘導輪のサスペンションを内外二重としたものの安定の効果は薄かった。搭載にも、レールを用いて後方から、車体の上へと機関砲を運び上げる手間がかかった。この時に車輪を用い、この車輪は、 走行車の後部に取り付けられた。画期的ではあったが、防弾、走行、ミサオ法から見て、全体的に車が小さすぎ、採用は断念された。ありがとうございます。